ドイツの歴史では、ドイツの歴史を述べる。旧石器時代には、ネアンデルタール人、後に、クロマニョン人が居住した。新石器時代には、ハプログループ G に R によって濃厚がもたらされたと、考えられる。青銅器時代になると、ビーカー文化等が起こり、インドヨーロッパ語族に属すゲルマン祖語を話す人々が、到達したと考えられる。 彼らは現在のドイツ人の多数派を占めるハプログループ R1 ビットに属していた。ゲルマニア及びゲルマン人を参照ドイツの歴史における古代は、戦士時代からゲルマン民族の大移動が始まるまでの長期に及ぶ。現在のドイツ南部では、およそ紀元前1300年から紀元前200年にかけて、ケルト人とイリュリア人の前期的文化であるハルシュタット文化が栄え、 後に、西部では、地中海地方の文化的影響をより強く受けた、ケルト人のラ・テーヌ文化に発展していた。ラ・テーヌ文化と、同時期、ドイツ北部地域には、鉄器文化のヤストルフ文化が形成され、紀元前5世紀頃より、ゲルマンゴ派が発生した。一方、その東方では、イルリア人とケンスラブ人の混交により、前期鉄器文化のポメラニア文化が発生し、 これは後によりスラブ的なプシェボルスク文化に発展した。しかし、紀元前3世紀頃から、ゲルマンゴ派の人々はその範囲を少しずつを拡大し始め、北はスカンジナビア半島南部、東はバルト海南岸のポメラニア地方の細い地域を伝って、ビスワ川、川口域に達した。西や南では、紀元前後の頃には、ライン川、 ドナウ川流域で古代ローマ世界と接触するようになった。ローマ帝国とゲルマニアの戦いは、キンブリテウトに戦争、ガリア戦争、トイトブルクモリの戦その後、しばらくはライン川とドナウ川が、ローマ帝国とゲルマニアの境界線となっていた。357年、クノドマル王率いるアレマンニ族が、ローマ帝国領ガリアのアルゲントラトムに侵攻したが、撃退された。 4世紀後半に、ゲルマン民族の大移動が始まると、ゲルマン語派か今かに関わらず、ゲルマン人と総称された諸部族が、南ヨーロッパで、それぞれの部族国家を築き上げた。451年、アッティラ率いる、ン族がガリアに侵攻した。被害を受けて勢力が弱まった西ローマ帝国は、フランク族の侵入を許すことになった。西ローマ帝国が崩壊し、その後に、 フランク王国が成立すると、ドイツ西部地域は徐々に中世封建社会へと移行していった。ドイツ東部地域では、プラハ文化に属するオボトリト族など、スラブ語派の強力な諸部族が勢力を拡大し、ドイツ中部のエルベ川に到達するとその西岸にまで半島を広げ、この後の中世前期からフランク王国と真っ向から退治することになる。マイナス843年。 詳細は、フランク王国を参照。カロリング朝、フランク王国の勢力拡大4世紀後半より、ゲルマン人がライン川、ドナウ川を越えて本格的な移住を進め、旧ローマ帝国の領内に、ゲルマン人諸国家が成立した。その中で、5世紀末のガリアに登場したクロビスは、481年にフランク族を統一し、フランク王国を建国。 メロビング王朝を起こした。フランク王国は、ローマカトリックを授与して、ラテン系住民からの支持を集めるなど、徐々に勢力を拡大させていった。ゴート戦争。751年に至り、進化であったシ小ピッピンが、教皇の支持を得て王位につき、カロリング王朝が起こる。ピッピン三世の子カール大帝は、ザクセン人を平定し、バイエルンにも、 勢力を伸ばして、西ヨーロッパ世界の政治的統一を推進しつつ、東方から侵入してきたアジア系遊牧民のアバールを撃退するなどの活躍を見せ、800年にローマ帝国皇帝の冠をローマ教皇から授かって、古代における皇帝の理念的継承者となった。このことは、東ローマ帝国に対する西ローマ帝国の再興を意味した。また、カール大帝は、 アーヘンの宮廷に、ブリタニアのソーアルキンを招いて、古典古代のラテン語文化を復興させ、古典文化、ローマカトリック、ゲルマン人の所要素を加えた、独自のヨーロッパ世界を築き上げた。843年から962年、詳細は、東フランク王国を参照。ベルダン条約とメルセン条約時代のオールートビヒースイの死後、843年に、 ベルダン条約が結ばれ、フランク王国は三人の息子に分割された。これにより、東フランク王国、西フランク王国、中フランク王国が成立した。その後、870年のメルセン条約によって、中フランク王国の一部が、東西フランク王国に再分割され、領土において、現在のドイツ、フランス、イタリアの原型が成立した。ただし、今日のような、 ドイツ人意識はまだ形成されていない。911年のカロリング朝断絶後、東フランク王国は、選挙王政へと移行し、10世紀初頭に、ザクセンアサが成立した。初代のハインリヒ一世は、北方で、ノルマン人を撃退、東方で、マジャール人を撃退しまた西スラブ人諸部族の西への、進出を食い止めることに尽力し、ザクセンアサ、フランク王国の土台を築いた。 当時、西フランク王国の王権は極めて弱体で、イタリア王国も事実上崩壊へと向かっており、東フランク王が事実上西欧世界の名手となっていった。二代目の夫を一世は引き続き侵入する外民族の討伐で活躍し、とりわけマジャール人を955年にレヒフェルトの戦いで撃退した。その一方でまた、イタリア遠征を観光して、 教皇位をめぐる混乱を収集させた。962年から1806年、詳細は、神聖ローマ帝国を参照。神聖ローマ帝国の成立、編集これらの活躍を受けて、962年に、ローマ教皇ヨハネス12世がオットーに、ローマ皇帝の冠を授けた。いわゆる、オットーの大官であり、これにより、神聖ローマ帝国が成立したとされる。 こうして、体感を受けた東フランク王夫一世は、西ヨーロッパ世界における名手としてその意向を高めた。また、このことによって、教皇と皇帝という勢俗領権の頂点を中心とした大円的な権力構造が、西ヨーロッパ世界に形成された。しかし、この段階でも現在のドイツという感覚は希薄であり、歴代の東フランク王は、ドイツ支配にとどまらず、 キリスト教理念に基づく普遍的な帝国の樹立を目指していた。そして、教会組織を通じた帝国統治を図ったため、帝国内における皇帝権力は徐々に強化されていった。この過程で、オットー三世は、東の国境地帯を悩ます西スラブ人諸部族に対応するため、彼らの背後にある強力な西スラブ人国家、ポーランドのボレスワフ一世と同盟を結び、 1000年には、ポーランドを公式訪問して、グニエズの大聖堂の参拝及び、ボレスワフ一世との首脳会談を行い、その際ボレスワフ一世に対し新生ローマ帝国の貴族の称号を授けている。現代では、当時の歴代皇帝がイタリア遠征を繰り返したためドイツの分裂が進んだという見解も見られる。これは、19世紀に入ってナショナリズムが高揚する中で、 ドイツの民族的統一を主張する勢力が主に展開したものである。まだナショナリズムが形成されていない中世においては、逆にイタリア政策を通じて皇帝権が正当化され、ドイツ内の諸公に移行を示し帝国統治が円滑に進むこともあった。ジョニン県闘争、編集ザリエル朝の歴代皇帝も帝国境界政策を行い、皇帝権の強化を推し進めていった。 一方で皇帝と結びついた教会組織も土地の寄進などを通じて徐々に勢力を拡大させた。こうした中、教会組織が世俗権力の統制下に置かれることを批判し、教会の純化を図る改革運動がフランスのクルニー修道院などで高まった。歴代皇帝は真摯にキリスト教世界の指導者として振る舞い、実際には聖職助人も おおむね適切なものであった。しかし、教会への影響力強化を図った教皇グレゴリウス七世は、世俗権力による聖職助人自体を聖職売買とみなし、聖職助人権を手中に収めようとしたのである。その点で、助人権闘争は単なる宗教問題にとどまらず、いわば皇帝が育てた果実を教皇が摘み取ろうとした、権力闘争としての性格も有した。 カノスサの屈辱助人権闘争の修勢を決める上で重要な役割を果たしたのはドイツ内における有力諸公であった。皇帝権強化による自らの権力低下を懸念した諸公は皇帝を牽制するためローマ教皇の指示に回った。こうして皇帝の地位が脅かされたハインリヒヨンセイは教皇に対する謝罪を余儀なくされる。さらに十字軍運動も開始され、 第一回十字軍の軍勢が聖地を奪って、エルサレム王国を建国し、ローマ教皇の意向がますます高まった。こうした中、ハインリヒ4世の息子で次カドのハインリヒ5世が、ローマ教皇とボルムス教約を結び、除人権闘争はひとまず終結した。この教約で皇帝は除人権は失ったものの、教会財産を封じる権利は確保された。そのため、 世俗君主としての皇帝権は、ほとんど揺らいでいない。しかしながら、長期にわたる教皇との対立によって、理念としての皇帝権が深く傷つけられたのであった。こうして、皇帝権は弱体化していき、皇帝の統制が緩む中で各地の両方君主が、自らの所領支配の強化に専念し始めた。後の両方国家体制の方がはこの頃に見出される。 方園主タウ編長と十字軍、編集ドイツ諸都市の発展と、東方植民、編集詳細は、北方十字軍、東方植民、バルトドイツ人、及び、ンザ同盟を参照ゲルマン民族の大移動後、ドイツ人の居住地は、エルベ川の西方に限定されていたが、封建制度が安定した12世紀から15世紀にかけて、東方のスラブ人居住地への植民が活発に行われた。 12世紀初めにはブランデンブルク辺境迫が置かれ、13世紀にはドイツ騎士団がバルト海沿岸を征服した。この両者は1618年に合併してブランデンブルクプロイセン公国となった。同じ頃、商人都市工業者による中世都市がドイツ各地に築かれ、アーヘン、ケルンなど有力都市は皇帝から特許状をもらい帝国都市となった。 13世紀には北ドイツの有力都市は、相互の利益と防衛のためハンザ同盟を結成し、リューベックを名手に最盛期には100を超える都市が参加した。両方国家体制の形成。編集詳細は、大空一大及び、金印直を参照ライプツィヒロン総宗教改革の中心人物であるマルティン・ルタールターは、バルトブルク城の一室で、新約聖書を翻訳した。詳細は、 宗教改革を参照1517年、教会による職友上の販売に対して、ビッテンベルク大学進学部教授のマルティン・ルターが95課条の論題を示して批判を行った。まだ、この段階では、ローマ教皇やカトリック教会そのものの批判にまでは至ることはなかったが、このルターの言動は大きな共感を持って受け入れられたため、ドイツ内に 大きな波紋を生み出すことになった。事態の沈静化を図ったカトリック側は、論客ヨハンエックをライプツヒに送り、1519年にルターと討論させた。この場においてルターは、さらに踏み込んで、教皇、カトリックに対する批判を示すことになった。一方、当時はハプスブルク家が婚姻政策を通じて、ヨーロッパに広大な所領を有し、 神聖ローマ皇帝位を世襲化させ、カトリック理念の下で一元的なヨーロッパ支配を試みていた。こうした矢先に起こったルターの行動は、一元的な帝国支配を揺るがせる大きな障害となった。1521年、ルターはボルムス帝国議会において、自説の撤回を求められたが、これを拒んで帝国追放刑を受けた。この際、ハンハップスブルク、 反教皇の立場を取る有力諸校作選考フリードリヒがルターをかくまったためルターは彼の所領内にあるバルトブルク城で新約聖書のドイツ語訳に着手することになったすでにルター以前より聖書のドイツ語訳は試みられていたが彼の翻訳した聖書が定本となって当時発達しつつあった印刷技術にも支えられて各地に流通していったこのことは 中世カトリック世界の権威的言語であったラテン語に代わり、各国の言語に聖書が翻訳される潮流を加速させることになり、文化的な一元性が解体され、各国の国語が形成される端緒となるものでもあった。ベスト・ファーレン条約後のドイツ地方詳細は、30年戦争を参照30年戦争が終わると、ドイツ地方各地には諸行が分立し、自由都市や小国が、 独立国としての権威を獲得した。1814年から1870年、詳細はウィーン体制を参照。ベルリン3月革命1848年から1849年にかけてフランクフルトアムマインで開催されたフランクフルト国民議会ナポレオン・ボナパルトの敗北後、オーストリア帝国の最小であるクレメンス・メッテルニヒの主導で、 ウィーン会議が開催され、ウィーン体制と呼ばれるヨーロッパの国際秩序が形成された。それにより、ドイツではプロイセンがラインラントなどを獲得したほか、ライン同盟の廃止とオーストリアを名主とするドイツ連邦の結成がなされた。ウィーン体制下のドイツでは保守的な政治体制が続き、19世紀のヨーロッパを席巻した民族主義、自由主義の波及が食い止められていた。 しかし、ドイツ関税同盟の成立等により、ドイツでも産業革命が急速に進展し、ブルジョワ階層が台頭するようになった。そして、経済活動の拡大を望むブルジョワやドイツ人の一体化を求める知識人たちにより、1848年革命が実行されることとなる。1857年、プロイセン王国などの有力諸法と、オーストリア・ハンガリー帝国は、 全三カ国の銀本位制を高級とするために造兵契約を締結した。ドイツ帝国の国旗。皇帝ウィルヘルム一世への大冠式。1871年から1918年。詳細は、ドイツ帝国、ドイツ統一を参照。ビスマルク政権、編集的決最小夫・フォン・ビスマルク。アドルフ・ヒトラーとは異なり、現代のドイツにおいても偉大な政治家として、 挙げられている。オットーホンビスマルク政権のドイツは、対外的にはヨーロッパの派遣調整のようとして機能していた。その一方でイギリスとの親善外交、三帝同盟や三国同盟、再保障条約などで退仏法異網を形成し、フランスに対する強い牽制を行った。これにより、同盟による戦争の予防が完成し、これをビスマルク体制と呼ぶ。 しかしこの体制下では、軍閣が行われやすくなり、これが第一次世界大戦の演因にもなった。内政においては、皇帝ウィルヘルム一世の下、最小であるビスマルクに強大な権限が与えられており、半ば独裁的な政治が行われ、立法府である議会はほぼ形外化した。また、この時期には、中央政府に敵対する政治的勢力の排除も顕著に見られた。 社会主義思想も厳しく取り締まられ、1878年には社会主義者鎮圧法が制定された。南ドイツを中心に勢力が残っていたカトリック系の宗教勢力も一掃された。ビルヘルム2世の世界政策、編集対外拡張政策を推し進めた。ビルヘルム2世1918年ドイツ革命で退位した帝政ドイツ最後の皇帝ビルヘルム一世が死去し、 続くフリードリヒ3世が創生すると若年のビルヘルム2世が即位した。この時も最初はビスマルク皇帝後ビルヘルム2世は皇帝先生政治を行い内政においてはビスマルクの政策を否定し1890年に社会主義者鎮圧法を廃止した。そしてかねてより目指していたドイツの世界政策に乗り出す。中心となったのは 植民地再分配であった。そのために、海軍力の増強を目指し、結果イギリスとの嫌韓競争に陥り、大英関係を悪化させた。また、帝政ロシアとの再保障条約を解消し、ロシアとフランスの接近を許したことにより、露仏同盟形成の原因を作った。アジア進出も視野に入れ、イギリスの 3C 政策に対抗し、3バイト政策を展開。これにより、 イギリスとの関係を、ますます悪化させ、英仏教商、英路教商の形成の原因を作った。これらの政策により、第一次世界大戦、編集詳細は、第一次世界大戦を、参照1914年6月28日のサラエボ事件を機にオーストリア・ハンガリー帝国が、セルビアに宣戦線した際、ロシア帝国がセルビアを支援したため、同年8月1日に、 同盟を理由に、ドイツ国は、ロシア帝国に対して宣戦した。その後、フランス、イギリス、日本なども連合国として、ドイツをはじめとした、中央同盟国へ参戦し、第一次世界大戦へと拡大した。開戦当初、短期決戦型のシュリーフェンプランを計画していたが、単年ベルクの戦い、マルヌ海戦では、予想をはるかに上回る兵力と時間を費やした。 シュリーフェンプランによる新軍図1917年、ドイツは北海と地中海において無差別潜水艦作戦を実行。これまで中立の立場を取っていたアメリカ合衆国も公開の自由への侵害に起こり、4月にドイツに宣戦線した。7月には議会内の講和を図る勢力が台頭したが、これを制えたドイツ最高軍司令部が事実上の軍事。 独裁体制を確立した。ドイツ革命も参照1918年になると選挙区は悪化の一途をたどり、ブルガリア、オスマン帝国、オーストリア・ハンガリーの同盟諸国が相次いで降伏。11月のキーイル軍港での水兵の反乱を引き金にして皇帝ウィルヘルム2世は退位を発表、オランダに亡命した。1918年11月11日に、 コンピエーニュの休戦条約により、第一次世界大戦は休戦した。戦後周辺国へ活動されたドイツ本国の領土カップ一期1919 19年から1932年、詳細は、バイマル共和制を参照訂正最後の首相、バーデンコーシマックスはドイツ社会民主党のフリードリヒエーベルトに首相を委ねた。 ドイツ社会民主党などの政党は人民委員会会議を形成したが、スパルタクス団党を中心とする左派は、さらなる革命の進展を求めていた。1919年初頭、スパルタクス団放棄によって左派が壊滅すると、バイマル共和国軍と協調したバイマル連合が政権を握り、7月末には当時世界で最も民主主義的とされたバイマル憲法を制定した。 君主制から共和制へと移行したドイツ最初の首相、エーベルトが大統領となり、ドイツの統治に従事することとなった。一方で、パリ講和会議によって策定されたベルサイユ条約によって、敗戦国ドイツは、植民地と領土の一部の活譲、莫大な賠償金の支払い、軍備の制限を負わされた。国内の経済や社会情勢に対する不満から、カップ一揆や、 共産党の放棄、シレジア放棄などの混乱が相次いだ。賠償金総額が1320億ルクに確定されると履行政策をとっていた政府は、年出に苦しみ支払いの延期を要求した。フランスとベルギーはこれを許容せず、1923年1月11日のルール占領を招いた。ルール占領による産業の停滞と、紙幣増殺による支援は、 壊滅的なハイパーインフレーションをもたらした。政局も混乱し、EN、クライペダリボルトやミュンヘン一揆やドイツ共産党の地方政府掌握が起こった。しかしグスタフ・シュトレーゼマンの活動とフランスの行動を英米が非難するようになったこともあり、賠償金支払いは緩和された。ヒャルマルシャ派と指導の連マ丸化発行によってインフレも沈静化され、ドイツ経済は 相対的な安定期を迎えた。シュトレーゼーマンは連合国との協調政策をとり、ロカルの条約を締結、国際連盟に加盟するなどドイツの世界的地位は向上しつつあった。しかし1928年頃から経済が悪化し始め、1930年の世界恐慌によって、ドイツ経済が壊滅的な打撃を被ると、政界も混乱するようになった。 議会に真を行い、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領は、自らの任命を、権力の源泉とする、大統領内閣を組織させ、大統領令による政治を行って、議会を半ば無視するようになった。一方で、人種主義を唱えるアドルフ・ヒトラーを指導者とする国家、社会主義ドイツ労働者等が台頭してきた。ナチスドイツの国旗、ナチス政権時代では、 現在のドイツ国旗である黒石港の三色旗は反動的であるとして形容が禁止された。アドルフ・ヒトラー1933年から1945年、詳細はナチ党の権力掌握及びナチスドイツを参照1933年1月、アドルフ・ヒトラーは首相に任命され政権を獲得した。ヒトラー及びナチ党は国会議事堂放火事件を理由とする。 大統領令によって政敵を拘束する権力を手に入れた。3月には全権入り運法を制定し、国会の権力は失われ、政府は超憲法的な権力を手に入れた。さらに、国内の政党を次々に解散させ、ナチ党による一致党独裁体制を確立した。1934年7月の長いナイフの夜によって党内の最大勢力であった。 突撃隊の幹部を粛清した。8月にヒンデンブルク大統領が死ぬと、ヒトラーは首相に大統領の職を合一させ、さらに大統領の権力を個人である自分に異常させた。この措置は民族投票によって賛同を終え、これ以降、ヒトラーの地位は日本語で相当と呼ばれる。詳細はナチスドイツの経済、ナチスドイツの軍事、及び ナチスの人種政策を参照一方で、前政権から引き継いだ雇用増加政策や、アウトバーンなどの公共事業、そして、軍備拡張などによって、ドイツの失業者は急速に減少し、1935年には完全雇用が達成された。経済は公共を迎えつつあったが、ヒトラーは、さらなる軍備拡張と自給自足経済の確立を求め、反対したシャハとを構築した。 1936年からは4可年計画が開始され、自給体制の強化を図ったが、経済の加熱と国家債務の膨張を引き起こしつつあった。またヒトラーは、軍との協調関係を保ち、軍備の拡大を推進した。1935年には、ベルサイユ条約の軍備制限を破棄して徴兵制を導入し、軍はドイツ国防軍に改組された。 フランスやソビエト連邦は、この傍聴政策を警戒したものの、イギリスは、英独海軍協定を締結して、融和政策を取った。1936年には、非武装地帯となっていたラインラントに侵駐を開始した。一方で、ヒアーリア人の公職追放や、ユダヤ人を法的に定義してその公民権を剥奪するといった人種政策を推し進めた。 1936年には国家の威信をかけた二つのオリンピックが行われた。外交政策においては伝統的に協力関係であった中国と国益の似通う日本のどちらと友好関係を取るか政権内で駆け引きが続いていた。しかし1936年にはソビエト連邦を仮想敵とする日独防協協定を締結し、 日本重視の政策に転換しつつあった。1938年には満州国を正式に承認し、中国に派遣していたドイツ軍事顧問団を召喚した。1938年にはオーストリアを併合。9月にはチェコスロバキアに対し、ドイツ系住民が多く存在するズデーテン地方の割譲を要求した。チェコスロバキアと英仏は反発し、戦争突入の寸前にまで この時ヒトラーが英国のネビル・チェンバレン首相に出した条件は、領土拡張は、これが最後というものであった。しかしヒトラーは、この約束を遵守せず、翌1939年には、ドイツ系住民保護を名目に、チェコスロバキア全土に進軍、傀儡政権として独立させたスロバキアを除いて、事実上併合した。オーストリア・チェコスロバキアを手に入れた、ヒトラーの次の目標は、 ポーランド回路及びダンツヒジユ志であった。ヒトラーは軍事行動に先立って拳猿の中とされたヨシフスターリンー率いるソビエト連邦との間で独ソ不可侵条約を締結。世界中を驚愕させた。第二次世界大戦、編集大戦末期に開発されたロケット戦闘機、バッフ m b a 四十九 r なった詳細は第二次世界大戦下のドイツ及び ホロコーストを参照ヒトラーは16カ条にわたる要求をポーランドに提示した。ポーランドがこれを無視すると、独素不可侵条約締結から7日後の1939年9月1日に、ドイツ軍はポーランドへ侵攻した。ヒトラーは、イギリスとフランスは参戦しないだろうと判断していたが、イギリスとフランスはドイツに戦を布告し、第二次世界大戦が勃発した。しかし、 戦争準備が十分でなかった、英英物はドイツへの攻撃を行わず、ドイツもポーランドに大半の戦力を投入していたため、独仏国境での戦闘はごく一部の散発的なものを除いて全く生じなかった。ポーランド軍はドイツ軍の攻勢により1ヶ月で崩壊。国土をドイツとソ連に分割された。1940年春にはドイツ軍はデンマーク、 ノルウェーを立て続けに占領し、5月にはベネルクス三国に侵攻、制圧した。ドイツ軍は強固なマジの線が敷かれていた、独仏国境を避け、ベルギー領のアルデンヌの森を突破に一気にフランス領内に攻め込んだ。ドイツ軍は電撃戦によりフランスを圧倒し、1ヶ月でフランスを降伏に追い込んだ。一方で貧弱な同盟国であるイタリアの救援として、 北アフリカ戦線、バルカン半島戦線に物体を派遣。バルカン半島からギリシャにかけての地域を完全に制圧し、北アフリカではイギリス軍を一時アレクサンドリア近辺まで追い込んだ。イギリスを除く西ヨーロッパのほぼ全ての地域を征服したドイツ軍は、イギリス本土上陸作戦の前哨戦として、ブリテン島上空の制空権をかけて、バトルオブブリテンを開始したが敗北。 イギリス本土上陸は中止に追い込まれた。ヒトラーは大祖戦の準備を開始させた。独祖戦も参照1941年6月22日、ドイツは突如不可侵条約を破棄し、ソビエト連邦に侵攻する。ソ連軍は完全に冬を突かれた形となり、大粛清によるソ連軍の衰弱の影響もあり、ドイツ軍は同年末にはモスクワ近郊まで進出した。 しかし、冬将軍の訪れと補給難、ソ連軍の粘り強い抵抗により撤退した。独ソ戦は、硬着状態となり、ヒトラーが当初目論んだ1941年内の打倒ソ連は、失敗に終わっただけでなく、ドイツ軍は消耗しつつあった。大日本帝国海軍によるアメリカ合衆国ハワイへの真珠湾攻撃の3日後、これを転優と見たヒトラーは、 台米戦線復刻を行った。1942年夏、ドイツ軍はブラウ作戦を発動し、ソ連南部に進行。ドイツ軍は得意の電撃戦でスターリングラードまで進出した。しかし、スターリングラード攻防戦は長期化し、逆にソ連軍に包囲されてしまう。翌1943年2月、スターリングラードの第6軍は降伏。 一個軍が包囲殲滅されるという致命的な大敗を起死したドイツ軍は東部戦線での主導権をソ連に明け渡すこととなる。一旦は戦線を持ち直したものの7月のクルスクの戦いを最後にドイツ軍が東部戦線において攻勢に回ることはなかった。クルスクでの戦いの最中にはイタリアのシチリア島に連合国軍が上陸。翌月には イタリア本土に連合軍が上陸し、9月にはイタリアは連合国軍に降伏した。ドイツ軍は直ちにイタリア北部を制圧し、イタリア戦線が開始された。1944年6月、連合軍がフランス北部のノルマンディに上陸し、ドイツ軍は二正面作戦を余儀なくされた。同時期には東部戦線でもソ連軍によるバグラチオン作戦が開始され、 ドイツ軍の敗色は濃厚となった。7月にはヒトラー暗殺計画が実行されたが失敗に終わった。東部戦線でのソ連軍の進撃に伴い、ルーマニア、ブルガリア、フィンランドといった同盟国が次々に数軸側から離反した。各地で敗退を続けるドイツ軍は同年12月に西部戦線で一大攻勢に打って出たが失敗した。 1945年に入ると連合軍のライン側とかを許した。東部戦線でもソ連軍が東プロイセンを占領し、オーデルナイセセンを越えた。4月になるとソ連軍によるベルリン総攻撃が開始され、その最中の4月30日にヒトラーは総統官邸の地下号で自殺した。ヒトラーの遺言により、カールデーニッツ海軍総司令官が大統領となり、 暫定政府を率いることとなった。5月2日にベルリンはソ連軍によって占領され、ベルリンの戦いは終了した。5月8日、ドイツ軍は正式に連合国に対して無条件降伏した。1945年以降、ドイツの分割占領1945年の1989年、詳細は連合軍軍世紀及びドイツの歴史を 参照第二次世界大戦後、ヤルタ協定などの取り決めによって、ドイツの処分が行われた。ポーランドを再建設するにあたって、ドイツ領東部をポーランド領とし、オーデルナイセセンを暫定的な国境とすることにされた。また、飛び地となっていた東プロイセン地方は、ポーランドとソビエト連邦が分割した。このため、かつてのポーランド分割以来、長く領有していた。 東部地域とドイツ帝国統一の立役者であるプロイセンを完全に失った。これら喪失領土や占領地にいたドイツ人はその地の政府に追放され難民として残った国土に流れ込んだ。ドイツには中央政府が存在しないとされ、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国によって分割占領され、 さらに首都ベルリン市内も4カ国で分割された。しかし、アメリカ及び西側諸国とソ連がイデオロギーや勢力圏をめぐって対立を深め、やがて冷戦と呼ばれる対立状態になるとドイツの占領統治にも大きな影響を与えた。1948年、米英仏占領地域が独自に通貨改革を行うと対抗したソ連が ベルリンの米英仏占領地区へつながる陸路を完全に遮断。アメリカはこれに対して食料物資を空輸することで封鎖を崩し、ソ連もすぐに封鎖を解いたが、両者の溝は埋まることはなかった。建設中のベルリンの壁詳細は、西ドイツ及びドイツ民主共和国を参照1949年5月6日、米英仏占領地域に自由主義、 資本主義のドイツ連邦共和国臨時政府が成立し、これを受けて10月7日には、ソ連占領地区に共産主義のドイツ民主共和国が成立し、ドイツ国家と民族は東西に分断された。当初、西ドイツ首相のコンラート・アデナウアーは、一つの国民、一つの国家というハルシュタイン原則に従って、外交政策を展開したため、 東西ドイツ両政府間の関係は緊迫した状態が続き、1961年にはベルリンの壁が建設された。しかし、1970年代になると、西ドイツ首相のビリー・ブラントが提唱した、一つの国民、二つの国家という東方政策が定着し、東西ドイツ両体制の認定を前提とした、西ドイツ国民の自由往来と経済交流が実現した。 これにより、東西ドイツ両国は、関係を正常化させ、同時に国際連合へと加盟することに成功した。1990年のドイツ統一1990年、詳細は、ドイツ再統一を参照。冷戦が終結に向かい、1989年の東欧革命によって、東ドイツも変容し、1989年11月9日には、 ベルリンの壁が崩壊した。そして、1990年10月3日には、東ドイツが自壊し、東ドイツ地域の諸州が、ドイツ連邦共和国に編入される形で、再統一が達成された。欧州連合の中心的メンバーを担う、第8代ドイツ連邦共和国首相のアンゲラ・メルケル。統一後の最大の懸案は、旧東ドイツ地域の北。 大西洋条約機構加盟であったが、ソ連が情報する形でこれも認められた。そして、1991年12月25日には、冷戦の名詞国の一つであるソビエト連邦が崩壊し、その大部分がロシア連邦となった。1992年には、マーストリヒト条約が発効して、欧州連合が発足。ドイツは欧州の中核国として、 存在感を増すこととなった。一方で、統一後の東西の経済的地域格差や、環境問題、ネオナチの台頭など、問題も山積している。対外的には、欧州の国家間の結束を強固にすることに努力し、コソボ紛争には、ナトー加盟国の義務として、第二次世界大戦後初めて参戦、隣国フランスと関係を強め、独仏合同旅団、 欧州合同軍の設置や NATO と EU の東方拡大を歓迎した。対米関係では2001年9月11日発生のアメリカ同時多発テロに対してはテロとの戦いを支持してアフガン侵攻に参戦したが2003年のイラク戦争にはフランスやロシアと共に反対し両国の間は急速に冷え込んだ。2005年11月22日に 史上初の女性の連邦首相に就任したドイツキリスト教民主同盟のアンゲラ・メルケルが長期政権を担い2017年ドイツ連邦議会選挙を経て首相4期目に入り難民問題など様々な課題に直面している。2017年には同性結婚が合法化された。ありがとうございます。